リチャード・エレット・スモーリーは、アメリカが衆国をイオ州、アクロン出身の物理学者、天文学者かつ科学者。フラーレンの発見の功績によって1996年にノーベル科学賞を得ている。生まれて間もなく、ミズーリ州カンザスシティに移り、そこで幼少期を過ごす。基礎教育を受けた後、ホープカレッジに入学。後に、ミシガン大学へ転入し、 1965年に学士号を取得。企業に就職して独自の経営手法を確立した。1973年プリンストン大学から博士号を授与される。博士号取得後はシカゴ大学でレナルド・オーストンとドナルド・レビと共に超音速ジェットを使用したレーザー文工学の研究を行いその先駆者となった。1981年。 ナイス大学科学科の教授に就任した。その後、半導体や無機化合物の構造を解析するために、イオン共鳴質量分析器の研究を行う。この結果、ロバート・カールが暗黒物質の成分の研究を行っていた、ハロルド・クロトウに紹介される。彼らは研究の結果、サッカーボールのような炭素の、同素体、フラーレンを発見した。以後、 類塩化合物の C70 やカーボンナノチューブについて調べたり金属を内部に有するフラーレンを作ったりした。他の主たる研究内容にはカーボンナノチューブを高圧化の一酸化炭素から作り出す方法の開発に参加したことが挙げられる。分子ナノマシンの構想には批判的であったがナノテクノロジーに関しては大いに期待していた。没年キリスト教に入信。 白血病を患い、テキサス州ヒューストンで没する。ありがとうございます。